はい、どうも、アンノンプロジェクト、ギター、メイです。わかる、アナチュです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はね、はい、ちょっとまたね、はい、アルフィーから若干離れますが、うん、80年代の、はい、アイドルのソングになりますかね。アイドルソング。ただアイドルソングっぽくはない。そうですね。ね。うん、マドンナたちのララバイ、岩崎宏美さん、はい。この曲はね、もちろんリアタイでは知りませんけれども、はい、なぜならば83年生まれだからです。そうですね。この曲は82年です、うん、メイリーワンよりちょい前やったんですね、タイミング的には。おお。だからでもほぼ同世代。そうですね。イメージなかったわ。全然ちゃう年代。うん。あ、いやだってほらロックやん。はいはいはい。アルフィーは、うん、もうちょっとちゃうんかなと思っとったけど、こういう時代やったんやね。うん、岩崎宏美さんはでもね、はい、歌がうますぎる。本当に。ね。この時代に生まれたかった。どっかでも聞いた。どこで聞いた。俺でもほんまにね、この年代のアイドルのね、歌好きなんですよ。はい、いいっすよね。ねえ、うん。なんていうかさ、もうさ、なんちゅうの、もう何のごまかしもない歌声と、はい、基礎がもう基礎ってでも基礎も絶対あるんやけど、そうよ、でも天性のもありそうじゃない。まあもうそれはね。それはそうなんですけど、いやだってさ、この人なんか確かあれやで、レコーディングめっちゃ早いって聞いたことありますよ。あ、そうなんや。もうそれはもうもう一発、ね、二発とかでやりはるんちゃうから、へえ、でまたでこの曲ですよ。うん、ちょっとこう、なんちゅうの、うん、アイドルが歌うにしてはね、うん、ちょっとね、そうですね、どっしりと、うん、だから予想ですけども、当時としてもなかなか衝撃があったんではないかと調べてみたところね、ドラマのエンディング、サスペンス劇場初代エンディングテーマで、その時点ではエンドロール用でワンコーラス分だけが制作されとって、うん、それ以外のパートはできてなかった。で、発売の予定もなかったが、作品要望が殺到したためできたという。まあだから CD になるつもりはなかったやつをファンたちがこうぜひっていうことで出来上がった曲っていうことですよね。うん、これね、はい、めっちゃ気持ちいいんですよ。おお。これね、もうこうこうなる。あ、なるほど。歌ってても。そう。なるほどね。特にあのサビの ね、広がり方が尋常じゃないから。メイメイのこのね、こうちょっとこうくすうん、うわー解放。そうやね、確かに、うん、ガーいくもんね。そう、めっちゃ気持ちいいんすよ、うん、前奏からしてちょっと変わった感じでね、うん、でコード進行も結構ね、あの不穏な感じで、ね、あ、そうなんですね、いくしね、いいよね、素晴らしい。天才はおった。ずっとおった。確かに。いっぱいおった。そこら辺をちょっと、はい、勉強させていただきます。いきます。じゃあ、行きましょうか。あなたの母になって
たいのです。ミュージックフェアのイメージ、ね、いかがでしたかそれ誰が言ってんの最近でもあれやな俺の中のイメージでは鈴木杏樹だねあそうかそうかそうか最近ちゃうよね多分、うん、ミュージックフェアえあれかなララミュージックフェア塩野義製薬のやったらっ、ね、あれあれかな中中は雪ああ多分今最近そうだねそうそう、ドラムの鈴木杏樹さんのイメージから、ね、で、めぐみが入ってきてね、うん、今夜もどうぞご一緒にしっとり大そばのね、そうですね雰囲気のは、うん、この曲はそっちが合うか合いますなるほど、うん、合わせていただいたんです曲調とね、合わせていかんそうですねそうなのか何そのコントね俺がやってんねんけどさそうですよね、やりだしたくせに、ね、そうですよ放り投げに取ってもらっていいですか放置せんといてもらっていいですかじゃあ回収もしてもらうと、まあ、我々乗るばっかりでねツッコミがそうねツッコミ不在やからちょっと乗ってスーンスーンってなってそうなんですよ緩やかにねそういうことでそういうことでというわけで、はい、本日はこの辺であの私のラバイ聞いてなかったけど、聞いてもらいましたありがとうございますまた明日広げもがいてた届かないと言われても諦め方を忘れていた広い空届くように力の限り声を上げた届かないと分かってても立ち止まり方知らなかった世界に何がある自由を求め戦うだけそこに何か生まれるの絶望以外見つからないこの世界に何がある狂気を持って戦うだけそこに何も生まれない気柄だけが積み上がるの
ることなどきっとできないの。そんなことわかってるけど私は好みが尽きる。その日まで一人立つの何も怖くない。今もどこかで救い求める泣き声、一つでも笑い声にできたら、一筋の光が束になって世界包み込めるから。君